人は願いを胸に抱き、叶えばと空を見上げる。精霊と人が暮らすこのリーゼマクシアでは、皆がそうして暮らす。人の願いは精霊によって現実のものとなり、精霊の命は人の願いによって守られる。故に精霊の主マクスウェルは全ての存在を守るものとなり得る。世にそれを脅かす悪など存在しない。あるとすればそれは人の心か。やはりか、神の兵器だ。クルスニクの槍、創世記の賢者の名前だね。クルスニクを冠するとは、これが人の皮肉というものか。ミラ！ミラ様！ミラ様、心配いたしました。イバルか。ナハテガル！貴様のくだらん野望、ここで終わりにさせてもらうぞ。わしはクルスニクの槍の力を持ってアジュールをも平らげた。民の命をもてあそび、独裁に走る王にこれ以上従うことはできない。反乱を起こすのか。戦争になるの。あの技術ブースターをアジュールが手にしているというのは脅威ですな。構わない。至急イルハンにデータを持ち帰る。ではクルスニクの槍につないだ者たち、早速実装しろ。答えろ。なぜ陣を使う。なぜ民を犠牲にしてまで必要以上の力を求めるのだ。斧が国を、地位を、意志を守り通すためには力が必要なのだ。民はそのための礎となる。やるぞ。人と精霊にガイダス、これを破壊する。ミラは本当に精霊マクスウェル？邪魔すんな。待って、エリーゼ。アルビ、奴らの狙いはお前じゃない。俺は知らなかった。見ちゃったの。君はその顔、たまんない。なぜだ。その者たちといても安息はないぞ。今はこの子にご就寝なのかしら。お前たちは陛下に謁見を申し出たそうだが、話を聞かせてもらおう。アジュールの黒き片翼、革命の上にある。マックス、ダシュガルの研究所から鍵を奪った。それをこちらに渡せ。断る。あれは人が扱いきれるものではないです。人は世界を破滅に向かわせるような力を前に己を保つことなどできない。ハミルがダシュガル軍に侵攻されました。何ですと。殺害された者も多数おります。そしてその場には大精霊の力と思わしき痕跡が多数ありました。次第が解放されていれば感知できるはず。まさかクルスニクの槍の力。ナハティガルは新たな鍵を生み出したのか。全ての部族に通告しろ。宣戦布告の準備だ。我が民を手にかける者は何人たりと許しはしない。了解した。ヘイヤ、カーレスのパーフェクト。ゼロをザ働きとくれよ。オーバーイテムとは。そうか。
ことだったのか。暖かい暖炉が恋しいですね。私は暖かいお鍋が恋しいよ。鍋が恋しいか、今ならその言葉の意味が身に染みてわかるな。ミラ、お腹冷えない？大丈夫だ。どう、肌水が。騒がしい精霊の主様だ。ああ、実験と体というものは本当にババダダダイボトダダ。とりあえず何か食べよっか。